2014年です、何しますか。何しようかね。正月といえばやっぱりそうですよね。やっぱりホスト3人スケベ3人がぶらり旅引退に引退ですね。もうこのメンバーといえばどうやねん。分かるやろ。どこ行くと思って。ほな行こうか。ほな行くで。カメラ目線で行くで。俺タイに行ってきます。タイですか。え、大阪どこ行ったんですか。お前防寒具着てどうすんの。いや、なんか山に囲まれてるから。はいはい、カバン、はい、大阪行くって思ってたの。思ってたんですが、というわけでタイに行ってきます。リプレイお前これ。タイか。タイです。何ですか。いや、ほなちょっとすごい。あんな防寒具着ててどうすんの。ちょっと脱いで脱いで。聞くにゃんか。釣り行くんじゃないか。なんか山に囲まれて寒いって言うんで。スキレーズみたいなやつ着てきとんの。脱ぐとどうなるの。脱ぐとどうなるの。ジャケット下、はい、下一般で。いや、まあ、確かにこんな格好でタイ行くって何するだろう。お前がおるわよ。さすがですよ。前代未聞ですよ。そこでも、あの、これも手で持ってこいって。お前何も荷物用意してへんやん。いや、なんか日帰りって聞いたんだけど。日帰りって聞いたんで。何も持ってきてない。どうすんの。お前なんか財布と携帯と、うん、充電器持ってきた。ちゃんと充電器を持ってきます。持ってきた。はい、うん。な、ほら、面白ないやろ。面白ないと思って、お前のために俺は用意したったんや。バイブと、バイブと、バイ持ってきたやつか。2ヶ月分のジャンプと、マジで2ヶ月分のジャンプ入ってます。それと、2ヶ月分のジャンプ、マジで8冊ぐらい入ってます。意味不明です。じゃあ、ほんなら向こうでまた見合いがな。一応、タイにはあるかどうかわからんから、日本のアニメ、ワンピースのごっついフィギュア持ってる。今タイで日本円をタイのお金に両替しに来てます。お、社長ですね。お、大金ですね。いくら両替したんですか。臭いわこの銭。変な匂いするわこの銭。臭いですか。まあ、タイの匂いですよね。お前の部屋と同じ匂いするわ。それ最悪ですね。お、50万ですね。君どれに。一気に50万円両替した、穂積空社長です。おー、すごい量の札束です。もらいました。ありがとうございます。いいな。もらったの。はい。マジで今から換金したいと思います。いくらもないんですか。いや、後でくれますね。くれます。
マジで。はい。俺はそうですよ。もう本当は大阪だと思ってたんですけど。いやーこれ出すとまたしまうのめんどくさくなるんでちょっと、お前これ捨てんなよ。捨てないです。ジャンプはおるよ。商売。あー、違う。これ払った払います。っていうか入らなくなっちゃったんですけど。僕でさ、なんだらんボボちゃんの相手ちゃんと処理するよ。ホテル到着して間もなく、コンビニで買い物してきました。何を買ったんですか？コンドームですか？このタバコ吸いたい人間にそんな煙バーやるのはいじめですよ。クラクラするわ。いや吸いすぎですよ。1本くださいよ。1本くださいよ。本人はそんなにあれだと思うんだけど、あいつね、これは今年の話ですからね。12月は去年の話ですから、ね、だから今年は初めてだ。来ちゃってます。来ちゃってます。全員バイションで。
それどういう意味ですか。逆光であんま映らないの。おー、かわいい。お友達。おかま。社長のおかまのお友達だそうです。もろじゃないですかもう。やばいよこれ。ちょっと待ってください。
ガリガリ、そのサングラスかけて社長見ろ。社長見ろ。そのサングラスかけて社長見ろ。あ、あるよ。おー、かっこいい。ハッピーニューイヤー。本日のトニアです。あ、かわいい。まだ違う。もういいね、いいね、いいね。うん。ありがとう。うん。さつさん、さつ新年早々盛り上がってますね、ちょっと。社長、ちょっとちょっと。ちょっと社長。はい。もう新年早々ちょっと盛り上がって。やっちゃいましょうか、ね。社長順番に回していきましょう。力もここでも歌うたすぎやろ。はい、ごめんなさい。でもお前も最後だ。お前落ちて。もう、ウェイ、正面もらそうだぜ、かっこいい T シャツを逆ですよ。逆ですよ、社長。逆ですよ。おうちんもうえがい強いね。なーに？ダメなの？